はい、皆さん、毎度毎度。はい、今ね、プロの美容師さんね、現場で巻いてるっつうんでね、だけど、折って巻いてないっつうんでね、だから下巻きの折って巻くコツをちょっと教えたんだよね。したらね、太いのでデジタルパーマしか巻いてねえって言うた言うからね、じゃあロングやりましょうってことでね。したら、どうやって巻いてんのっつったらね、ペーパー2枚使ってるっつうんだよね、で、長いペーパー。今のカットは毛先シャギーが入ってっかんね。それほど頑張って2枚使うわね。で、折って巻いた方がいいんじゃねえかっていうことでね。これも縦に折るっていう方法をちょっとね、教えたんだけどね。まあこれ実践で使えるかどうかね。自分なんかも大体縦で折っちゃうんだけどね。まあ2枚挟んで使うってのもある意味極芸だよね。だったらさ、折ってやった方が早くねってことだよね。ああ。で、ちょっとまあやってみせてね、やってごらんつんでやらせるんだけどね。2枚で巻くっつので、縦に使って折って巻くっつの、まあ、どっちが頑張ってるのって感じだよね。やっぱ頑張らないで1枚で折った方がいいんじゃないのと。なんでも頑張んない方がいいよね。頑張ったからって本当にいい結果が出るってことではないよね。まあ、仕事はなるべく頑張らないで鼻歌混じりでパラパラって終わった方がいいよね。あと、こちらのね、美容師さんが働いてる先生のものの考え方ってのもあるけどね。まあ、ロット巻きに関してはね、鼻歌混じりでね、パラパラパラっと巻けた方がいいよね。あんな曲芸まがいのことをやったからったってね。あと、先生によったらね、未だにテンションをかけなきゃかからないと思ってる先生もいるからね、パーマね。だけど、テンションかけて、シャギーの入ってる髪の毛テンションかけて巻くとさ、どん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 パラ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 出てきちゃうかんね。それは意外とね、テンションかけないでね、ふわふわふわって巻くといいんだよね。で、そんなふわふわってね、巻いたんじゃかかんねえって頑張ってテンションかけて巻けて、これもね、今時は頑張って巻かなくていいよ。ふわふわふわって巻いてさ、十分かかる。普通にかかるからね。あと、2液はね、毛先によくさせと。2液は毛先に塗布するもんだと。表面なんかではおまけについちゃうんだからね。まあ、そういうことちょっと教えてね。あとね、手つき見るとね、まだまだ教えなきゃいけないことがいっぱいあんね、これね。まあこういうね、雰囲気でね、教えても意外と心に響かないんだよね。だから本当はお客さんの頭を一緒に巻きながらね、まあ静かにセミナーするってことでね、まあできないのはもうしょうがないと。それをいかにね、コツを伝授していくかってことだよね。お客さんの頭の上でね、こう説明していくとね、よた言えないからね。で、お客さんも心配になるかなっていう、そういう考えもあるけどね、そんなものは言葉の手品なのでね、やはり綺麗に負けた、それでいいんだよ、なんて、そうやってこっちが言えばね、お客さんも安心するからね。はい、お疲れ様でした。